斉藤俊志信は山形県上野山市出身の競輪選手。日本競輪選手会宮城支部に所属しながらも、選手登録地はデビュー以来、出身地の山形県としていたが、2007年5月14日付で宮城県に移した。山形電波工業高等学校在籍時代の1990年、前橋で開催された世界自転車選手権、タンデムスプリントに、 当時群馬県立前橋工業高等学校に在籍していた一学年上の稲村成博とペアを組んで出場。準決勝で同種目3連覇中のフランスを2-1の対戦スコアで下し、決勝でこそイタリアペアに0-2で敗れたものの2位となり、日本勢として同大会の16年連続となるメダル獲得に貢献した。ペアを組んだ稲村は、この後、 日本競輪学校第69期生として競輪選手への道を歩むが、斉藤は2年後に控えたバルセロナオリンピックへの出場を目標としていたことから法政大学へと進学することになった。法政大学時代は1991年のアジア選手権や国民体育大会のスプリント種目などで優勝を経験し、 アマチュア自転車界のトップクラス選手として君臨したが、バルセロナオリンピック出場をかけたスプリントの国内選考大会の予選で落ち者敗退の浮き目に遭い、同種目の代表は小島刑事に奪われてしまった。大学時代は、博打の駒にはならない。と、プロ入りを否定し、放大卒業後は山形県の職員となり、アトランタオリンピック出場を目指していたが、 同大会より自転車競技においてもプロ選手、つまり、競輪選手の出場が可能となったことから、結局オリンピック出場への道は断念。アトランタ五輪開催年の1996年、日本競輪学校第80期生として、競輪選手への道を歩むことになった。日本競輪学校在籍時は、84勝を挙げて、在校競争成績第1位。加えて、 卒業記念レースでも優勝を果たした。1997年8月8日、世界選手権で銀メダルを獲得した思い出の地、前橋競輪場でデビュー進一着。またこの開催では完全優勝も果たした。しかしその後はいささか伸び悩み、なかなか SQA の昇進を果たせなかった。1998年11月に開催された、 競輪祭の新人王戦に出場当時は、まだ A 級の選手だったが、2着に入った小倉隆次らを抑えて優勝。1983年4月に S 級制度が設けられて、以降、新人王戦としては最初で最後となる A 級在籍選手での優勝者となった。なお、翌月に S 級昇進は決まっていた。特別競輪初出場は1999年の、 高松の宮記念杯競輪。以後、2000年の日本選手権競輪などで決勝進出を果たしたが、ビッグレース初制覇となったのは2002年に、豊富競輪場で開催された GII ふるさとダービー。しかもこの開催では完全優勝を果たした。その後は、GI 決勝の常連選手となり、2003年の日本選手権競輪で三着に入るなど活躍し、 GI タイトルに最も近い選手と目されるようになった。2004年6月、函館競輪場で開催された GII ふるさとダービーを制覇し、同年の競輪グランプリにも初出場。軌道型の村上義弘ラインや北日本別戦となった伏見俊明、佐藤慎太郎を相手に岡部義行を連れて2社で1か8かの先行を見せた。 翌2005年の友人新能新イでは3着に入るなど活躍したが、同年8月のふるさとダービーで決勝進出を果たして以降、ビッグレースでは不審を囲去つことになった。2007年5月、上述の通り、選手登録地を宮城県に移し、仙台市にある宮城自転車競技場にホームバンクを移す。翌月に開催された高松の宮城年配競輪において、 GI としては、約2年ぶりに、決勝進出を果たしたが、その後のビッグレースでは準決勝進出も、ままならない状況が続いている。2018年5月、第72回日本選手権競輪にて、同大会の連続20回出場を達成し、開会式で表彰された。非常に優れた、トップスピードを活かして、自力型選手として、 長年活躍してきたが、近年は追い込み中心の戦法を取る。横の動きにはまだまだ課題が残る。ありがとうございます。